どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はちょっとですね、私好きなテーマの一つになってるんですが、ワームですね。ワームというね、新しくなんか本当になんか今更すぎる強化をね、なんで今みたいなタイミングで強化をもらいました。このワームというデッキをね使っていきましょう。もうなんかキングオブ今更デッキみたいな、あのそういうデッキになってるんですけどもね、あのね、あの新パックで結構ワームの主軸となるモンスターが もらいまして、ワームといえばこのあのモンスターみたいなね、それがね、このね、今回のこのゼックスと、ヤガンっていう、歩く、あ、違う、飛ぶ18金と、生える18金、そういうモンスターたちなんですよ。で、こいつらがどういう風に強いかっていうと、ゼックス、これ召喚に成功すると、デッキからワームを墓地に送れます。で、ヤガンが、こいつが、あの、いると、表側でいると、あの、戦闘で破壊されないっていう体制を得るんですけど、これね、ヤガンがね、やっぱ強いんですよ。これね、リバースで、羽羽みたいな感じで、リバースすると、相手のフィールドの表側表示のモンスター一体をバウンスできます。でね、なんとですね、フィールドにワームゼックス1体しかいない場合、このカード墓地から裏締めで特殊召喚できますっていう。だから、ゼックスで、ヤガンを墓地に送って、ヤガンを墓地から特殊召喚できるんで、1枚アドバンテージが稼げるんですよ。ゼックスだけで。これやっぱ強いんですよ、非常に。で、じゃあどうやってリバースさせていくかっていうと、まあもちろん戦闘破壊してもらうときにリバースとかでもいいんだけど、フリーチェーンでリバースするのが強いじゃないですか。この、リバースしては1枚バウンスっていう、効果は。これがですね、このね、ダブルセーブ隕石っていう、この意味がわからんこのカード。これが本当に強いんですよ。これがですね、ワームイコールダブルセーブ隕石っていうのがあって、まあ、このカードが、まあワームの鍵となるカードなんですけども、フィールドの裏側表示のモンスターを全部表側にしますよと。で、まあ、もちろんリバース効果は全部、あれば発動します。で、エンドフェーズに表側に、なっている、フィールド上の爬虫類族光属性モンスターを全部裏守備にして、で、その裏守備にした枚数分ドローしながら、デッキからレベル7以上の爬虫類族光属性モンスターを特殊召喚できると。だから、ドローして特殊召喚できるんですよ。このアドバンテージの稼ぎようが決まるとマジで強いんですね。これを決めていくっていう1でもそういうデッキとなっています、ワームは。で、じゃあどうやってやっていくか、簡単です。ゼックスとダブルセイオン隕石を揃えるゲーム。ゼックス召喚、ヤガン墓直で、ヤガン裏守備で特殊召喚で、相手のターンに、フリーチェーンでダブルセイオン隕石を打って、相手のモンスターを1回バウンスして、エンドフェーズ全部自分が裏側になって2枚ドローしながら1枚ゼックス、キングを特殊召喚する。で、また、裏趣味になってるんで、ヤガンが。ヤガンをもう一回、表側にすれば、またワン、バウンス入るし。これ、本当に強いんですよね。これが決まった場合ね。で、あとは、その妨害を、相手の妨害をね、まあ、その、阻害するカードを、さっさと、除去できるように、ナイトショットとか、コズミキサイクルとか、ガン積みしていて、バランスにしてます。これ、なんでバランスにしてるかっていうと、その、ゼクスと、星雲を引くゲームなんですよ。この2枚、まあ、もちろん、ヤガンと星雲とかでもいいんだけど、まあ、この2枚を揃えるゲームなんで、まあ、それを、引ける確率を極大化した場合、このバランスっていうスキルがすごい相性がいいんで、バランスにしていると。で、まあ、もう1枚、まあ、星雲じゃなかった場合のことも考えてね、星雲じゃなかった時のことも考えて、デモンズチェーンっていう、まあ、一応ここは強い罠だったら何でもいいです。強い罠だったら何でもいい。まあ、高画質とかでももしかしたらいいかもしれないし、これ何でもいいです。はい。ということで、早速ですね、この、まあ、18金テーマをね使って、本日も、しっかりと相手に分からしていきたいと思います。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、石津イシュタール選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。トリカスですね、トリカス、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。トリカスマジで結構多いんだよな、最近トリカスもね、また多くなってきまして、墓所トリカスっていうやつですね。はい、苦労で使ってやれよ、苦労で使ってやれよ、本当に。何が墓所封印だよ。ゼクス召喚、ゼクス効果、敵からワームを墓地に送ることができるぜ。現れよ、ワームヤガン。そしてワームヤガンの効果とフィールド上がワームゼクスのみの場合、自身を裏趣味で特殊召喚できるぜ。そしてカードを1枚セット、
もう1枚セット、もう1枚セット。さあ謎のデッキだ。ガンクセ怖えだろ、ガンクセ怖えだろ、これガンクセ怖えんじゃねえか、ガンクセ怖えだろこれ。さすがにフリーチェーンでね、1枚バウンスするんで、1枚バウンスあるんでフリーチェーンで。で、あのヤガンがいると戦闘破壊されないよっていう効果を持ってるんですよね、あのゼクスって。だからリバースできると、あの意外とゼクスセットっけ、意外とゼクスは結構守れたりするんですよね、意外とね。でバトルフェイズ殴っていく、ダブルセーブ隕石発動、おらヤガンの効果戻れ、おら戻れ、おらすげえ。オッケー、タシロジダブルセーブ隕石の効果、2枚ドローしてモンスターを特殊召喚、これがワーム流最強ムーブだ、ドロー、よしワームヤガンの効果、おら異次元に戻れ、バックトゥーザフューチャーいけ、18金ともで攻撃入る、18金、そして飛ぶ18金、さらに歩く18金、おら18金デッキマジなめんだ。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、闇遊戯選手よろしくお願いします。デュエル3倍、飛ぶ18金召喚、飛ぶ18金の効果発動、入る18金を墓地の不適、そして入る18金の効果発動、墓地より裏しみで特殊召喚、カードを1枚セット、もう1枚セット、さあ終了。この盤面がね、先行でできるとワーム結構強いですね、やっぱ1バウンスからの2枚ドローからのといった特殊召喚なんで結構強いんですよね、これが。まあ、毛利放置さんくらいはいいよ。あそこ効果使っていただけた。で、ここでコズミックサイクロンぶち込んで、で、こいつを除外していく。よし。いいだろう。まあ、別にワーム、別にあいつぐらいやらせようったかもしれないけどね。あの、モーレフぐらい。あー、モーレフいる。モーレフがいる。オーケー。セット。セット。オッケー。バトル。了解。そっちか。ダブルセーブ隕石発動、おらー、ヤガンの効果戻れダブルセーブ隕石の効果で2枚ドローして、さらにモンスターを特殊召喚、しゃあほらこれコズミックサイクロン引いてくれ、あーこれか、まあ、いいや、とりあえずコズミックサイクロンぶち込んでいこう、コズミックサイクロンぶち込んでいく、よしオッケー。でこれはキング効果先だ、キング効果使って自分でいいか、自分でいいわ。で、そこ破壊、あーくっそー、ちょ、抜く方ミスった、抜く方間違えたわ。で、ゼクス召喚で、ゼクス効果、ゼクス効果で、ヤガン墓地送って、ねえ、もう一回ヤガン効果、わら、もう一回来い、入る18金、そしてカードを1枚セット、ターン終了だ、よし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 、耐えてるぞなんとか。で、あいつバトルフェーズを行うことはできない。あ、いや、行うことできんのか。効果まだ、あの、使った、復活になってっから。コズミックサイクロン？それ撃っとくしかないね。これ撃っとくしかない。これ撃っておくしかない。バウンスはできないが、撃っておくしかない。で、次、召喚魔術。飛んでくる。次、飛んでくるけど、次飛んでくるけど、1枚ドローして、ワームキング出せねえわ。ワームキングは出せねえのか、次も。デッキにワームキングがいねえ。くっそ、チキショーやりよるぜ。狡猾とかいう、狡猾とかいうカードもうやめませんかね。本当にあれおかしいんです。あれ一回決められたら負けじゃないですか、あれ。一回決まったら負けじゃないですか。どうするんでしょうか。おじさん来た。やばい。ちょっとヤガやめて。よっと、そっちまで戦闘ができないですよ。来たこれ。ツードロー。来た。オッケー。ナイス。来たわ。来た、神ゲーだ。いけヤガン。入る18金の方が、モーレフおじさん戻していく、反転召喚、いけ、ワームキング様のお出ました、おらーセット、セット、おらー、よっしゃ、18金デッキマジなめんなよ。いや、やっぱね、このね、18金デッキね、マジでみんな困惑してるわ、マジで意味が分かんなすぎて初見なんだろうな全員。
全員多分初見なんでしょうね。意味わかんなすぎたもんね。めっちゃビビってるみんな多分。おい、よっしゃ、一旦終了だ。多分意味わかんねえんだろ、見たもんねえんだろうな。と本当マジでキングオブ今さてきやんねこれ。うーわ強っ。強え。これ撃たなく撃っても大体同じか、これ死ぬかもしんねえしな。セウはこれガメるか。一回ガメった方がいいな。ちょ局所マジ強すぎなんだけど。投中ないでなんで局所入ってんだよクソ。シンクロ通すためかやるな貴様。なかなかやるじゃねえか。タイムパッセージいいだろう。結構マジで初見殺しですよね本当。ワームってでも意味わかんなくないですか。わかります皆さん動き方ワームのキングオブ今さデッキでしょこれ。これ何年前のデッキだよみたいな感じだよね多分。遊戯王 OCC だとこれなんか結構でもねなんかね割と活躍していた時期は多分あるんですよワームって。あるんですけど多分超昔だよね。アーカイトマシン強い。アーカナイトは強いな。一枚破壊はいいよ。一枚破壊は OK。 ヤガンでぶん殴られていく。ヤガンが死んでいく。デモンズチェーン来た。 OK。 デモンズチェーンは相当強い。デモンズチェーンセット。じゃモンスター引けてないが、一応こうするしかない。でターン終了だ。頼むゼックス来てくれ。ゼックスさんアーカイトマジシャンで、カウンターと除いて1枚破壊したいというか、デモンズチェーンを打っていく。デモンズチェーンを打っていくってことで攻撃はできない。オッケー。よしよし耐えろ耐えろ。髪型ぶっ飛び女退去しろ。今の勝者終わったくせーし。ミラクルシュやばいやばいの来た。やばいの来るぞ。来たー。うわーうわーうわーこれガチで俺以外で使ってる人初めて見たわ。これ俺以外で使ってる人初めて見た。強すぎる。でもなんでこれ大事なの。なんでそいつの方が大事なんだよ。大事制限外してやれよ。すべてあいつの方か。